はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルビジです。では、今回は、ギレンの刃、青き報酬の覇者、マクベプレイの続きをやっていきたいと思います。前回は、南米大陸に上陸作戦を行いました。これが無事完了してますので、今回はその続きになります。では、早速、プレイを始めていきましょう。連邦軍の支配地域はもはやジャブロー周辺だけになっているという状況なので、ジャブロー攻略、今回ね、行っていきたいと思います。で、その前に一旦攻撃を停止、降伏勧告を行います。で、ジオン本国の情勢についてですが、本国では今回の降伏勧告をめぐっていざこざがあったようです。早期終戦を望む皇后陛下と議会は連邦政府との和平を求め、ギレン総帥はあくまで地球連邦を打倒することを主張したとか、まあ、完全に、ギレンとデギンで意見が対立している構造ですね。まあ皆さんご存知の通り、シージズの一年戦争ではね、ソーラレイを発射して、ギレンがデギンを葬り去った。まあそういう対立構造が、このギレンの野望、青き星の覇者の中でも、まあ反映された形ですかね。で、戦後体制をめぐっての主導権争いも激化しているという状態ですね。では、戦略フェーズを経ていきます。ドアンチ海外配備可能。ちょっとドアンチも火力不足を感じてたので、このドアンチ海外が入ってきてくれると、すごく助かりますね。ビームキャノンを装備。おー。バズーカーからビームキャノンに変わるわけだな。機動力も向上。ガルバルディ。ベータじゃなくてアルファ。これガルバルディ、ベータの、まあ、前身にあたる機体ですね。ゲルググとギャンの調査を合わせ持つ強力な機体。ああ、これも欲しいな。そして、パーフェクトジオング。いや、だいぶ早い段階でパーフェクトジオングがロールアウトしてきましたね。あらゆる面で従来機は圧倒する究極のモビルスーツです。まあ、コストを確認してみましょう。パーフェクトジオングに関しては。司令部より連絡。地球連邦政府は降伏を拒否。ということは、ジャブローの総攻めですかね。では、ジャブロー攻略、行っていきましょう。情報部より報告。連邦軍のジャブロー防衛部隊に人工的なニュータイプである強化人間が投入されている可能性が強いようです。おー。強化人間の話が一年戦争のこの時期にもう出てくるんですね。連邦のニュータイプ研究所で訓練された兵士。その詳細についてはまだ不明。我々の方もニュータイプ部隊。シャリアビル、ララ、マリオンと言いますからね。ニュータイプ部隊にはニュータイプ部隊で対抗しましょう。では幹部会議一件行っていきます。兵器の改良計画ですね。また、ガルマあたりがしょうもないことを言い出さないかどうか、確認していきましょう。ウォルターからドワッジ海に対して全般的な回収。ドワッジ海はね、今入ってきた最新のモビルスーツなので、これ改良するのは賛成。大賛成ですね。はい。ドワッジ海の改良計画は承認されました。これドワッジをドワッジ海にリプレイスしていきましょう。あとは AP との兼ね合いですかね。部隊の再編を行ってきます。ではまずドワンジ海なんですけども、これ一機編成のエース機ですね。これは少し使いづらいんだよな。エース機になるとね、一機編成になってしまうので、まあ、ケンプファーもそうなんですけど、一機編成だと攻撃を集中されると、結構しんどいんですよね。一方、ガルバルディに関しては、これ、三機編成になるんで、ガルバルディを中心に配備していこうかなと思います。前衛は、だから、変わらず、ギャンマリーネ。で、中衛にガルバルディ、これを配備していければいいかなと。で、バランスをね、取っていきたいと思います。
そして注目のパーフェクトジオングも確認していきましょう。まあ、パーフェクトジオングは間違いなく一見性ですからね。耐久が375。ただ、適性に関しては、まあ、宇宙はおそらく丸なんでしょうけど、森、山、砂、陸、三角か。まあ、一機ぐらいはちょっと入れておいてもいいかな。このパーフェクトジオングにね、モビルアーマー扱いになってますけど、シャリアブルなり、ララーなり、マリオンなりを乗せたいと思います。では、少し編成を行っていきます。では、編成を見直しました。まず第一部隊の中衛にガルバルディを入れました。で、あとニュータイプ部隊として、第二部隊を再編成してですね、前衛にギャンマリーネ、シャリアブルとマリオン。で、中後衛にパーフェクトジオングにララーを乗せています。これで、ちょっとね、様子を見ていきましょう。で、前回賛成したドア次回なんですけど、やっぱ一機編成のモビルスーツは入れづらいなというのがあったんですが、ここでね、せっかく入るので、補給します。で、その上で、ここはね、思い切って編成に入れていきましょう。第6部隊の前衛に、ドア次回。で、ドア次回のパイロットをどうしようかなと思ってるんですよね。やっぱり、乗ってるのと乗ってないのでは、すごい差があるので、ここは思い切ってジョニー・ライデンあたりを乗せますか。で、外順部隊になってるこの第4部隊ですね。ここは、トーマスとビッシュ、さらにロンメル、ロイ・グリーンウッドで、なんとか回してもらいましょう。なので、第6部隊にはジョニー・ライデン。ガウには誰も乗ってないんですけど、ドアンジ、後ろ2枚乗せてるので、これでなんとかね、ギャンキャノン完走して戦っていこうと思います。で、第7、第8、9はね、今いるモビルスーツで賄っていきたいと思います。では、カンポエリアの攻略戦開始していきます。まあ、ガルバルディのね、能力、機体性能、これの確認と、あと最優先でしたいのが、パーフェクトジョングだね。まあ、例によって、敵の攻撃を受けずに一度下がって、こちらが先制攻撃かけられるように体勢を整えて迎撃戦を展開していきたいと思います。はい、カンポ攻略完了しましたが、残念ながらですね、ジョニー・ライデンの第6部隊が壊滅してしまいましたので、次のターンで AP をね、ちょっと使って大幅な補強をしなきゃいけないかなと思います。前線からの報告。傍受した連邦軍の通信を解読したところ、強化人間プロトゼロがニュータイプ研究所を出そう。現在連邦軍部隊の追跡を受けてるよ。うん。諸情報を統合した結果、大体の位置も判明。連邦軍より先に接触することも可能。おー。これは、我々が先にゼロを確保したいですね。ゼロをダッシュする。前線からの報告。収容に成功 OK だ。これでプロトゼロをね、我々の手の元に。むしろ戦力化することができれば一番いいですよね。では、幹部会議入りましょう。兵器の改良計画。ドア次回はちょっとダメだ。ガルバルディアルファ。これの改良だったら賛成します。ギャングリーガーも。一機編成だからね。これはちょっと反対だな。はい。ギャングリーガーの改良計画。これは阻止できましたね。問題は、ジョニー・ライデンの第6部隊の部隊編成をどうするかだな。やっぱり一機編成を置いておくのは、効率的じゃないので、ガルバルディで固めたいですよね。最新モビルスーツの。では、編成を見直していきます。
では、カラカス、出撃していきます。で、ジョニー・ライデンはですね、まあ、残念ながら怪我を負ってしまったので、まあ、このターンはお休みになるんですけども、第6部隊の方には、ギャンマリーネ、あとはガルバルディ、これを2枚、中後衛に並べました。おお、敵もだいぶごつくなってきたな。ビクトレイ。ここに、6部隊、敵も投入してきてますね。より効率的に先制攻撃を入れていかないと、痛い目を遭いそうだな。アムロがいますね。まあ、なんとしても、損害を最小限にして、AP ポイントを節約節約していかないといけないので、少し消極策にはなりますが、敵を待ち受けます。攻略完了しました。ここでもモビルスーツを消耗してしまいましたね。まあ、戦争らしいといえば戦争らしいですが、消耗戦に入ってきてます。AP ポイントを何度かね、節約して、部隊の補充を行っていきます。サイド6から報告。フラナガン機関において強化人間の育成について研究が始められたようです。うん。被験者に対する強化処理も開始。おう。で、幹部会議の協力依頼、フラナガン機関で強化人間の研究が始まっているということで、これに関しての、まあ、ぜぜひひを問うということですかね。どうかな、強化人間推進するか拒否するか。まあ一旦ここは受けるにしておこう。純然たるニュータイプ部隊を持ってますからね、我々は。では、幹部会議、入っていきましょう。まずは量産機ですけどね、これ、誰が何を提案してきてるかだな。ビッターさんが、量産兵器をギャンクリーガーはダメだ。ギャンクリーガーはさ、一見性の格闘機だから、ちょっと使いづらいよ。はい。ギャンクリーガーの量産化計画は阻止。拒否。阻止しました。次だよね。この、強化人間の、ぜぜひひ。これどうするかですね。フラナガン機関で強化人間の開発が行われていることはご存知の通り。ここで今一度思い出してほしい。かつてジオン大君は、ほにゃららこにゃららということで、ジオンズム大君のね、思想を、冒涜する行為だというふうに言ってきてるわけですね。ここは、純然たるニュータイプ部隊を持っているマクベとしては、一旦、この、強化人間政策に関しては拒否の姿勢を、取っていこうかなというふうに思っています。よって、中止させる。はい。これで、強化人間の研究は阻止することができましたね。まあ、これが吉と出るのか凶と出るのかはね、まだまだわからないですけど。ではサンパウロ攻略戦始めていきます。部隊の編成ね、ギャンマリーネ撃破されたので、そこを、やっぱりね、現行の最強機である、ガルバルディ、これを補給させて、編成に組み込みましょう。これで、戦力がね、アップしてくれれば、言うことはないので、一旦そういう形にしていきます。では、サンパウロエリア攻略戦、始めていきます。
はい。攻略完了しました。ただしですね、損害がめちゃくちゃ出てます。モビルスーツ部隊壊滅しただけじゃなくて、一部隊丸々壊滅してるところもあるし、機体の中ではね、アプサラスも失うというようなことが起きているので、ちょっと一旦進撃の手を緩めて、ターンを送って AP を稼いで、部隊の再編を先に行う必要があるかなというふうに考えています。まずはね、幹部会議を経て、そのあたり、動向を決めていきたいと思います。はい。前回の幹部会議の件について、ウォルター・カーディス・カカエル通信。まあ、前回、協力しましたからね。これで、有効度が少し上がるんじゃないかなと思います。フラナガン機関より通信。強化人間の育成は正式に中止。そうだね。で、ゼロ・ムラサメに関しては、強化処理の副作用に対する治療のみ例外として、研究を行い、それ以外は全て凍結ということですね。うん。まあ我々の方で言うとね、モビルスーツかなり失ってるので、部隊の再編を行うにも AP ポイントが不足してしまってるので、ターンを遅らざるを得ないですね。で、ウォルターはドア次回。ドア次回はね、一期遠征だから反対するしかないですね。はい。これでドア次回の量産化計画は阻止しました。ガルバルディだよ。今、量産化しなきゃいけないのは。まあ、ただそのガルバルディを量産化する発案をする AP すらもったいないからな。では、ジャブロ攻略戦、攻略戦ですが、部隊の再編を行うには少し AP ポイントが足りないので、一旦送りたいと思います。はい。なんとかね、モビルスーツやりくりできたので、ちょっと無理をしてでも今回ジャブロを攻略進めちゃいましょう。なんとかね、既存の戦力でジャブロを攻略押し切ります。削り合い消耗戦になってますからね。ガルバルディをもうちょっとうまく使っていければ、温存しやすくなるかなと思うんですけど、あとはやっぱりジオングだね。ジオングが相当強いんで、ジオングをうまく前線に出して、敵の攻撃を集めて、で、削ったところに、うまくね、敵の攻撃を集中させていければいいかなというふうに思います。パーフェクトジオングが、やられるのか。パーフェクトジオング、撃墜された。ラはい。これでジャブロ攻略完了です。が、ニュータイプ部隊が壊滅してしまいました。パーフェクトジオング、ララー乗ってたんですけどね。これも、ついに撃墜されてしまいましたね。まあ、ジャブロ攻略戦自体はね、勝利してますので、まあ、このままリセットせずに進めていきたいと思います。司令部より連絡。ジオン公国、完全勝利と。いうことになりましたね。では、今回もね、時間長くなってきましたので、一旦、ここまでにさせていただいてですね、次回、またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あと、アドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と、ツイッターのフォローも、ぜひぜひよろしくお願いいたします。